それではここで、総理から発言をいただきます。先般、OECD 閣僚会議におきまして、閣僚理事会におきまして、経済再生、財政再建、社会保障改革を同時に達成すると、このように申し上げます。骨太方針において、27年度予算案編成に向けて、歳出、歳入両面からのさらなる改革の方針を示していただきたいと思います。また、安倍内閣の基本方針は、グローバル経済の中で、日本が強い競争力を持って成長していくことであります。これまでの民間人の提案や諮問会議での議論も踏まえて、法人税を成長志向型の構造に変革していくための方向性を、年末を待たずに骨太方針に示していただきたいと思います。はい、ありがとうございました。